はい。どうも、都市ボーイズ、岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。はい。都市みなっきです。はい。お願いいたします。まあ、普通の通常会が初ということで。はい。はい。まあ、まだ岸本さんがその、キャッチミー冬キャンという企画、これから準備するということなので、まだ今回はやらないんですけれども。はい。はい。で、今回行きます。教えてと親切はい。 はい、この企画、我々が話したい話をするという企画なんですけれども。はい。やっぱり正月からね、なんか小難しい話とか、なんか、ちょっと胸に来る話とかね、重たい。<laughs> うん。そんなんはしなくていいと思うんですよ。うん。今何が一番適切か。うん。陳事件です。ほう。おバカ陳事件です。え、それは24年、じゃなくて。 その、全体的に、オール。ああ、世の中で起きた事件を。えそうです。全てです。ああまあ、いいんじゃないですか全てです。無理。な感じで。めちゃくちゃやっぱりバカなおバカ映像っていうのが、まあ、ずーっと昔から特番でやられてるという、愛されてることなんですよ。っていうことなのでね、今回おバカ、まあ、事件をですね、えー、紹介していきたいんですけれども、はい。アメリカはペンシルベニア州ピッツバーグ在住の、 クレイトンとキャリー・ロウ夫婦はですね、ゴールデン・ドゥードルというですね、えー、種の、セシルちゃんというペットを飼っていたんですね。うん。ワンちゃんです。犬ね。そう。はい、ものすごいいい子なんですよ。うん。ね。もう、そんな、なんか事件事故みたいなの起こすような子じゃないと。うん。しかしですね、この、二人の共同名義の銀行口座から、四千ドルを引き抜いて、 キッチンカウンターに置いていたんですね。んお金を。うん,うん。うん、すると一瞬、そのお金から目を離した隙に、うん。このワンちゃんが4000ドルを噛み砕いて、うん。飲み込んじゃったんですよ。4000ドルうん。結構な量じゃないだって、50万、60万とかですよ。うん。ってね、それを、食っちゃって、うん。で、キャリーさんは、こう言うんですよ。うん。 セシルが、4000ドルも食べてるまあ、数、言わなくていいと思うけどね、4000ドルって。4000ドルも食べてるって言うんです。うん、だから、丸々食うてたんですね。うん、心臓発作をこしそうになりましたって言ってるんです、キャリーさんは。うん。自分がね。うんうん、うん。もうしんどかったって言って、だって4000、うん、ドル食われてるわけですから、ね、ワンちゃんも心配ですし。うん 二人はですね、床に落ちた、まあ、お札の破片を集めて、繋ぎ合わせるんですよ。た、うんうん、だ何一つ繋がらないんですね。だって多くは腹の中にあるてますから。あそそさあ、その後、彼ら、うん。どうしたんだと思いますいや、うん、もう、本当あれじゃないのセシルだっけうん。セシルちゃんの足を持って、反対側にして背中叩いたあありますね。あの、お餅を、 飲み込んだおじいちゃんおばあちゃんの胴体からお持ち出すやつね。そう、なんとか、なんとか打法みたいなやつ。ええ。面打法みたいな。これですね。うん。便を回収するんですよ。便ほうほうほう。要はあの、お札が、そう、消化されずに、便として出てくるはずやから、その、数日間のセシルちゃんの便を、うん。 見て、うん、その中に紙幣の破片があると、うん。それを取って繋ぎ合わせる作業を続けるんですよ。だいぶ難しいんじゃないそれも。破片が見つかるたびに、はいもらったーって言うらしいですよ。<laughs> <で>これきちんと。<の>はい。はいもらったっていうのは、対決してるかなんかの。違う違う、そんな。

とても臭かったっていうふうに。<laughs> 言い方そんなに。はい、使ってます。<に>これはね。<laughs> <う>まあその、文字面でしかね、うん、私はその、彼らの感情を読むということはできないんですけれども、うん、トースポさん言うには、書く、うん、には、もらったびっくりマークと書いてますから、まあこのようなニュアンスなのでしょう。なるほどね。 はい。えー、シリアル番号が十分に残った紙幣を繋ぎ合わせることができれば、うん、銀行はそれを引き取り、うん、新札、新、ま、しいお札と交換してくれると。まあ、言うよね。ね、うん、言いますから。で、結果どうなったか。うん。450ドルは戻らなかったんですけど、 それ以外は戻ってきたって言うんですよ。え ?450 ドル戻んなかった。4000ドルあったんだけれども、<4. S 2> そう、3550ドルは戻ってきてるんですよ。えすごいね。だから残らずお腹から出てきてるから、うん、それをきちんとつなぎ合わせて、うんうん、それを銀行に持っていってるんですよね。うんうん、で、返してくれたのが、それぐらいだってことか。450ドルだけは、残らなかった。まだ,まだ、まだ、そう、消化してしまったのか、 うどうなのか。うまくつな,ぎつなぎ合わせられなかったのか。いかねはい、紙幣を飲み込んだ直後、うん、獣医とも、まあ、相談をしていってね。うん、大きい犬だから大丈夫と思いますよと。 髪は弁と一緒に出ますから、自宅で経過を観察してくださいねって言われたから、弁回収作戦を実行したんだよっていうふうに。で、<ー>この一連のハプニングをインスタグラムに投稿してるんで、うん、もしですね、気になる方がいらっしゃれば、このキャリーさんのインスタグラムをチェックするのもいいかもしれませんね。はあ<ー>かわいい事件です。よかったね。腹かすばらなくてね。<laughs> そっちだそれぐらいしかないもんね。だって、取り出すら。セシルちゃん、ちなみに見るうん。あー、まあ、食わなそうだね。いや、おとなしそうだね。1> 1うん。子なんですけどもやんちゃ感はないから。ぜか、まあ、普段はいい子なのに、その、えー、<ー>ワンちゃんが食っちゃったよって、ま、約50万か60万ですね。<laughs> うん、食っちゃったよっていうお話でした。 出さない方がいい方がよってことね正月にちょうどいい、可愛い,い事件ですね。<laughs> なんか、夕方のニュースでやりそうな感じだ。そうなんです可愛いらしいですよ。こちらもですね、まあ、え、なんだよこれっていうおまぬけな事件でございます。うん、はい。えとですね。 まあ、ある銀行強盗の話なんですよ。うん、1995年8月、ベルリンで、クラウス・シュミットという男がですね、とある銀行に、ピストルを片手に押し入り、お金を要求するんですよ。うん、で、銀行員がですね、わっと震えながら、お金を入れるバッグは必要ですかって言うんですよ。<う>要は、相手方が何も持ってなかったんですよね。ピストル片手ですから。うん、バッグ一緒ですか、うん、尋ねると、 彼は大声でこう言うんですよ。うん、その通りだよこれは本物のピストルだ <laughs> バカだな、なんか大使が。っていうような。うん、話としてあんま食い違ってる気がすそうなんですよ。うん。これ、なぜ食い違ってると思いますなぜはい。あることが、ある問題があって、実はこれ食い違ってるんですよ。あれなのかなマニュアルがあるとかじゃないどっち側の 銀行強盗側。銀行やるからなももう、それ通りしか覚えてないから。そこを抑えろよ、こ警察は。違うんですよ。これね、耳が聞こえないんですね。銀行強盗側が。側が。そう。だから、意思疎通ができてなかったんですよ。うまくいかないんだ。金を揺るばは必要かと尋ねると、その通りだよ。これは本物のピストルだは この瞬間、銀行員たちはどうも男の様子がおかしいことに気がつく。うん、そして確信すると。うん、この男、耳が聞こえないんだな。銀行員は堂々と警報器を鳴らして、そのまま、サイレンが来て、うん、鳴なって、パトカーが到着して捕まるっていう。それすらも聞こえない。まあまあ、それはそうだろうな。っていう、ことがあったらしいですよ。結構でもそれ、怖いけどね。不利かもしれないから。 ああ。銀行強盗側がでも、そんなことする。一つ <laughs>、試してたとか、だっ必要がねってなあ、あんまりない、ないですから。では、こちらもちょっと面白いというか、か、ま、わ、あ、らしいおまぬけな、うんえー、事件ですね。えー、とですね、この、あの、強盗団なんですよ。コロンビアの強盗団でございます。三、うん、人のメンバーの強盗団がいたんですよ。うん、何を思ったか、10歳のロバを盗んで、それから、そのままコンビニで強盗するんですね。 ロバを盗んでこうとそう、ロバを盗んでそのまま、その足で、コンビニで強盗するんですよ。で、盗んだ山盛りの品物をロバの背中にドンと乗せる。で、ロバにその盗品を運ばせて逃げるつもりやったんですよ。はただ、その後、すぐに捕まってしまうんですよ。さてなぜでしょう遅いからなんじゃないのかなと思った惜しい。これはす進まなそうだけど。これはですね。 ロバが全く動かなかったというのと、うん、あと、背中の重さで腹立って大声泣き始めるっていう。ああ、だからもう、ぶち切れてこう。そうですそうです。抵抗したんだ。のその結果、うん、捕まったみたいです。まあまあそうだろうな。<laughs> なんでロバを盗ん、え、それまでも計画に入れてたってことなのかないや、ないでしょう。たまたまロバいいじゃん。 こいつ使ったらいっぱい持っていけるわ。たまたまでしょうね。そんたまたまでしょうね。そうなんですいや、いやすごいなと思いますけれども。うん、で、これっていうのがね、まあ、今話したのは、言うてその数十年前とかの話なんですけれども。数十年前ロバ、うん、まあそっかロバは。バ90そうそうも年代とか、まあ2000年代ですけどね。うん、これですね、実はあの、江戸時代にもとんでもないですね、詐欺とか、まあ、あそういった、 えー、団体が、軍団がいたわけですよ。うん、これがですね、江戸で流行っていた、ションベン組っていうね、うわ、すごい名前、詐欺なんですよ。あ、詐欺の名前がションベン組そう、ションベン組って言うんですね。うん、江戸時代です。うん、江戸時代ですね、メカ系というものがあるんですよ。まあ今もありますけれども、今で言うところの愛人ですね。うん、これは、一種の職業、 であったと。うん、大名とか、まあかなり大きな家のですね、え、あるとか、主人には目かけがいることも別に珍しくはない。うん。そこに目をつけたのが、ションベン組なんですね。うん。これどういったものかというと、まず、目かけを、ね、目かけになりたい目かけなりたいなとか、うん。そういう人たちをですね、お金持ちに美女を紹介するんですよ。 もうん。税欲しい。税金的なそ、ね。そう。で、話がまとまると、前金として大金を支払わせ、うん、契約を完了させる。うん。そして、見かけとなった美女は男性に貢がせるだけ貢がせると、頃合いを見計らって別れを切り出させるんですよ。うん。ちょっとごめん。君とは無理だわ。うん,うんうん。うん でもそんな簡単にできないじゃないですか。うん、その、だって大金払ってんのに、すぐ別れようなんてのはできないんだけれども、うん、そのやり方があるんですよ。うん、それがさっき名前になった、ションベン組。うん、一緒に寝ているときに毎晩のように、ションベンするんです、うん、わざと。うん、これが、あの、<coughs> ションベンをするんだけれども、わざとじゃないと。これは病気なんですって言うと、叱ることもできないから、結局、 じゃあ、ちょっと無理だね、君。言って、目かけはなしで。っていう。なる,なるほど、なるほど。で、病気が原因だったら契約違反とも言えないから、返金請求もできず、みたいな。すごい、なんか、つつもたせみたいな感じで。よそれに近いですよね。うん、で、それを、いろんなところでやって、うん、ものすごいお金稼いだらしいですよ。うーん。 まあまあ儲かりそうだね、それは確かに。そうですね。話題になるまでですけれども、うんうん、かなり儲かったらしいですね。怖いね、それ流行っちゃうと。いや、そうなんですよ。で、信用できないもんね。別の話で、え、これはっていうのがありまして。うん、それはですね。 江戸時代のまた話なんですけれども、1855年の春でございます。時刻は夜も更けた午後8時頃だったらしいんですね。うん、江戸時代なんですけれども、こちら七夜に一人の男がやってくるんですよ。うん。は脇差しだけ、うん。してある。うん、あ、これ武士なのかな、うん、と思ったらしいんですよね。ね七夜の男は。うん。で、七夜に入ってきた、まあお客さんですね。を、えー、まあ対応するために番頭がこう言うんですよ。うん。番頭にこう言うと。 百両の金を貸してくれないかと。うん、七草はここに持参しておると。七草っていうのは、その、品物ね、うんうんうん。はいはい。で、持ってきた風呂敷の包みをほどくんですよ。うん、出てきたものを見た瞬間、七夜の番頭は腰を抜かすんですって。うん、これ、何を持ってきたんだと思います、男は。何これ、これとお金変えてくれないかって言われたもの。 いや、もうなんか、嫌なやつしか浮かばないけど、ね。そうですね、腰抜かしてますからね。あの首とか。正解。<laughs> な、なんかの首。正解。うん。嫁いや、あのね、女の生首。うん。なんですよ。うん、で、えって思うんですけど、うん、これは事件だなと思って、うん、番頭は、かしこまりました。ただ大金なのでご用意するまでちょっとお待ちください。っていう風に、店の奥に引っ込むと。はい そして、身支度を整えて、うん、ま、あの、相手をね、取り押さえるために棒を持って、うん、で、手先で待っている武士に殴りかかると。あ、それでやるの自分でそう。うん。で、食いつかれた武士は、あたふた逃げたとするんですけれども、番頭は火事だ火事だって大声出して、集まってきた人たちを使って、捕まえをするという。はいはい。 話なんですよね。うん、<で>なんだったっけ。で、そう武士が持ってきた生首なんですけど、うん、後で調べてみると、本物の生首じゃなく、偽の生首。うん、中から血が流れ出す仕掛けまで施されていた。うん、お金欲しさにね。それは、何んだ、な何の価値があるものなんだろう。価値があるものなんかないやいや、だからそう。として。ちょっと、これで強めに言って、 あ行かれてるぞ、俺は。そうそうそう,そう,そう,そうで。アピールしたから。それでも、いやいや、お金なんて,て。それどうなんだろう。お金なんて,て。銀行合同的なこと思うんすけどね。まあよくわかんないですよ,よくわかんないね。まあまあ、ちょっと変わった人だなと思いますけれどもね。うん、まあそういった話が多々あるわけですよ。そして、何を隠そう、あの、私もですね、ちょっとある事件に見舞われまして、うんえー、その話をしたいんですよ。うん。 えっとですね、まあこれは正月の話とかではなく、うん、実はあの、結構前の話になるんですけれども、一回島さんのとこでも話したんですけど、うん、あのね、こういう珍事件ってなんかあるかなと思って、自分で考えてみたんですよ。うん、そしたら、あ、そ小学生の時にあったなと思って、<う>私はあの、髪の毛をね、切ってもらうのがすごく苦手で人に、うん、それはもうプロでも何でも関係なく、うん、だけれども、まあまあ、 友人のお母さんがあ散髪をやっていたから、うん、そこやったら髪切れるかなと思って、母親にお願いして、うん、どこどこくんところのお母さんがあ散髪をやっているから、じゃあそこのところで髪切らしてくれんかお願いしてくれないって言って、うんまあ、お願いせんでも別に行かしてもらったらええやんってことで電話して行かしてもらったんですよ。うん、で、行かしてもらったら、おーやっちゃんみたいな、うん、久しぶりやねーとかって話になって、髪を切ってもらう流れになるんですね。うん 髪の毛切ってもらってたら、やっぱりその知り合いのお母さんやから、全然その、いつもみたいな、刃物持ってる人が後ろにいるのが怖くて僕はいつも。うん、それが全くその怖くなく、スムーズに切ってもらうんですけど、うん、そのままうたたねしちゃったんですよ。うん、もう安心しすぎて。うん、したら、すっごい、鋭い痛みが頭に走るんですね。頭うん。え、うん、<laughs> って思ったら、ごめーんって聞こえるんですよ。な、うん。え何やろうって思ったら、 耳を、ハサミで切ってて、結構大きく。ざっくり。僕の耳。軟骨未だに、あの、変な形になってるんですよ。上の方ってことね。ここ、ここ。耳の。割れてて、キュッて。これとあの、ハサミで切られてるんですよ。バツッと。単純にミスとしてね。ミスとして。で、血がたらーと流れてって、未だに覚えてるんですけど。で、え 言ってたら、耳の血拭いてくれて、ごめん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 ってやっぱり、刃物持ってる人怖いんやと思って触れてたんですよ。うん。やっぱダメやなと思ったら、ごめんごめんごめんって言って、それだけ言って奥に行くんですよ。うん。お店のね。うん。何してんねんと思ったら、あの、ダブルソーダバー持ってきたんですよ。ダブルソーダバーソーダバー。あの、ソーダのアイス。<ー>ダブルの。箱に、そう、なんか箱に何個か入りみたいなやつ。あ,<ー>あの、バーついてないですね。はいはい、昨日。 棒ついてるやつで、うん、ごめんごめーんって言って、ちょっと、あのー、これでも食べてゆっくりしといてって言われて、うん、お母さん連絡するからって言って、俺にダブルバー渡すんですけど、うん、半分自分で食い上がってるんですよ。<laughs> まあまあ、いや、ね、いやいやいや。お前食うどんかい。う共,共有で。いやいや、おかしいでしょ。うん、それ、だから、いや、その、お料理先にってかも手つけて <laughs> いや、まあ。え、なんで二個あるから。この、ダブルバー一個でもしかして、なしにしようとしてないこの人。みたいな まあそうだろうね、おそらく <laughs>。ほんで自分はさっき食べてって。どう、どうすればいいんだろうで、自分が食べたかったんじゃないか、これ。うん、かもしれんね。ほんで、食べ終わって、うん。電話したんですよ。えあそう、食べ終わってから。電話したんですよ。うん、そう、うん、あの、母親に、ね。切っちゃったって。切っちゃったって言って。うん、いや、俺が、その、なんて言うんでしょう、落ち着くまでじゃなくて、あんたが落ち着くまでじゃない、それって。 って思っまあまあまあ。そうかもしれん。で、うん。むちゃくちゃ払ってたんですよ。うん。母親も知り合いのお母さんやから、まあまあこんぐらい大人になったら。あんまり言えんよな、強く。って言強く言えなくて、うん。そのままお金払って帰るっていう。うん。それからも。あ、払ったんだ。うん。ただ、通わせようとするんで、うん。怖くて、それから、そこではダメだったんです、僕。うん。それから、怖くて、全然その、 だからちっちゃい頃とか、ちっちゃい頃というか、学生時代とかの、例えば卒業アルバムとか見ると全部俺髪長いんですよ。うん、怖いからなんですよね。で、行く回数を減らしたいんそうそう。で、うん、これどうやったら髪切れるかなと思ったら坊主やなと思って、うん、俺、学生時代から上京してちょっとぐらいまでずっと坊主やったんですよ。うん、でそっから1000円カットっていうのを知って、うん、その、ないや、ん10分で切るみたいな。 ああ、スピードが速いから。そう,そうそうそう。これやったら、ま、10分やったら、その1時間もさ、うん。髪切るじゃない髪洗ってから何やらやいでまあまあ、まあ、い,ろいろやったら、ね。10分やったら我慢できるなと思って、1000円カットを見つけて、そっからずっと1000円カット、うん。やったんですけど、うん、馴染みの1000円カットの人がいたんですよ。うん。その僕がよく行ってた。で、その人は、えー、っと、すごい男性らしいというか、ムキムキなんですけど、男性うん。 女性の心なんですよ。ああ、ほうほう男の子がみたいなね感じの人で。うん、で、えっ、ー、となんかね、カットチャンピオンみたいになってるんですよ。へえ<ー>、うん。若い頃にね。で、おしゃべりもすぐ上手くって、うん、面白くって、で、お話しながら髪切ってもらったら10分、20分ぐらいすぐに立ってて髪切れてたっていう話なんですけど、その子が、うん、その人が移動してから苦手になっちゃってまた。うん、見つけなきゃいけないから。だから今も髪長いです、僕。うん。 <laughs> いや、まあ、それはそれでしょ <laughs>。いや、だから、それはそれなんですかだから。<laughs> いや、だから、そんなに、まだ影響あるってことその、当時のトラウマが。当、だから、どこから苦手なのかわかんないんですよね。耳切られる前が苦手ですから、だって。ああ、そっか。耳切られたから、じゃないの。すげえ苦手になったってことでもない,じない。じゃないの。前から苦手で、だから、ちっちゃい頃とかの写真見ると全部髪長いんですよ、僕。うん。 苦手で刃物持たれんのがダメで <laughs> まあまあ苦手で自分で切るとかはダメな自分で切ってる今ねそれから後ろ髪切れないんでなんかあるよ、ね、後ろ髪だけちょセルフカット買ったっけやつね後ろ髪だけ今度切ってもらおうかなと思ってるけどほんま苦手なんですよねえでもまあ結構言ってたわけだからなかっこいいのかその中で この人って人いないのいや、いないよ。そんな簡単には、<laughs> そんな、僕も心を開きませんよ。どういう人がいいとかあんのかなううのよく見るさ、あの、捨てられたとか、うん、元々はその、えっ、ー、と、人間の手で飼われてたワンちゃんが、なんかひどい目にあって震えてて、うん、本当は可愛かったんやろうけれども、毛もボサボサになって、なんか泣いてるやつよくあるじゃない、うん、今あれなのよ、俺は <laughs>。すごい、本当にすごい人が現れて、<laughs> 最初は吠えてるけれども、数時間後って言ったらペロペロなんかその人の手を舐めてるぐらいの、そんぐらいの名ブリーダーみたいな人が現れないと、いや、無理ですよ。その、でも逆を言えば、別に伸ばしたっていいわけじゃん。だから伸ばそうかなと思ったんですけど、うん、あまりにもじゃん。その、あまりにも、にも <laughs> 普通の仕事してないやつの髪型じゃんえ。そうそうそう。だから許されるじゃん。 許されはするけど、さすがにちょっとね。嫌なんだ。嫌は嫌なんだ。結婚もしてますしね。関係ねえだろ、そあの、ご両親の面もありますしね。<laughs> やっぱ、髪、長すぎるとあれでしょ。その、ね。まあ、でも、さすがに。どっちかよね。それ、減らす方法はもうさ、極端に短いが、極端に長くしちゃって、むちゃくちゃ前に、CS で見た、自分で髪切れる、なんかあの、 チェーンソーみたいなやつあったんですよ。うん。あれが欲しいんだよなと思っててね。なんかもうあの、髭剃りの延長線みたいなやつあるけどね。こう。いやそうなんですかなんか、なんつうの、あの、なんかパーツみたいなのをつけて、これ以上長さは切れ、切れないようにできてるみたいな。そう、それ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 、それ俺言ってんの。それでいいんじゃない俺が数十年前見たあの、チェーンソーみたいなやつ。チェーンソーっぽくはなかったけど、チェーンソー見たのは。チェーンとソーがなくなってる部分のやつ、あの、 胴体だけのやつみたいな。黄色い。よりわかんなくなったけど。黄色い胴体のブル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 って引く部分のだけのやつを頭にグッとヘッドマウントみたいな感じでグッと入れるんですよ。ヘッドマウントみたいな俺が見たやつは。グッと頭につけて。それはちょっと知らんしたら、その、あの、それこそあの、パーマするみたいな感じで。うん、海外のやつなんですけど。そしたら、頭の後ろのやつとかも、そのセンチで綺麗に切れるみたいなやつ。うん。まあまあ、それ、手動のはあるよ。 多分売ってんじゃん。日本でも、ね。だうん、それにしますわ。それでいいじゃん。それにしますわという報告ですわ。解決したわう,う。うん、という報告でした。以上です。でし,でした。ありがとうございました。